あれ特別あれ特別指導学級指導教室で批判されそうなところってどこなんですかね。古舘さんがこれはダメですね橋本さんっていうのはどこですかね。ただ隔離の問題ね、隔離の問題というなとおっしゃるけれども、あれは日本語で普通に考えたら隔離ですよ。ただ隔離して指導することが果たして良いのかどうかっていう問題提起をされたわけですよね。だそうそう、だから僕隔離って言葉を違うとは言ってないんですよ。ただ指導出席停止自体がもう隔離なんでね、今回の特別指導教室だけを取り上げて隔離政策っていうのは違うんじゃないかと。それだって出席停止の時に隔離ってだって大騒ぎしてないじゃないですか。ほとんどやってないですからね。え、まあ、ほとんど実情やってない。いやでも制度としてできた時に、だって僕らだってそれを言い出したら、僕だって今回特別指導教室作ってもね、そこに実際に生徒が入るかどうか分かんないじゃないですか。その受け入れ体制を整備するだけで。だから出席停止の時にもうそこで議論決着済みだったと思ったんですよ。だからメディアだってそれ、まあいろいろ議論することもできたわけだから、もし隔離っていうものがダメなんだったら出席停止っていう制度自体を否定しないとダメじゃないですか。だから出席停止についてはまあ認めてるんでしょこれ今のところ。いやだって全然批判してなかったじゃないですか出席停止は。国が作った時、そうそうです。で今だって出席停止自体を否定する人ってのはいないと思うんですよ。で出席停止っていうものがこっちが隔離、ここがまず隔離なんでね。だからそれの受け入れ体制を作るということですから、ロジックとしてはこの受け入れ体制の特別指導教室を作ったから隔離政策では間違いないんだけれども、このことをやったことで隔離政策をいきなり僕がやったっていう話ではないでしょってことなんですよ。それは隔離で指導するっていうのはその通りです。隔離指導ですけども、ただ大阪市が先陣を切って隔離指導をやったんじゃなくて、これは出席停止というもうすでにこの決められた隔離指導の条文に基づいて受け入れ体制がないから受け入れ体制を作りますという話なんですけどね。だからそこ言うんでしょうね、隔離はダメですねって。ですぐ CM に行っちゃうんでしょうね、もうね。言いっぱなしでも。市長すいません、はい、報道ステーションなんですけども、はい、決して批判をするよというつもりではなくて、中身がよくわからないのでお伺いしたいということなんですが、どこですか。レベル4とか5のケースっていうのは、これは今までは警察に実際にが介入して警察がやるような、いわゆる犯罪者レベルの話じゃないですか。それだけなんですか。僕詳細のちょっと指針見てないんですよ。あ、そうなんですか。レベル4、5ってもうそこだけじゃないでしょ。まあそうですけど、まあでも放火とかその凶器を持ってるとか、なんかそういうレベルだと、これはちょっともう今までは学校でそれをやってたのかどうかっていうの僕らもわからないんですけども、それはもう警察に介入して、まあ、警察が司法の判断を仰いで家裁がこの子を少年に送致するのかどうするのかっていうことを決めていたというところに教育現場が入っていくのかなという、その司法の判断のところに教育現場が入っていくのかどうなのかという、その具体的なそのビジョンというのはよく見えてこないので。いやだからそれはシームレスなその制度にしようということでね、放火とか強盗とかいろんなことをそういうふうに書いてあっても全部少年院に行くとかそういうことではないんですよ。きちっと装置がなされて決定がなされるってこともありますけど、その程度とかそういうことにもあるんで、あれレベル5の4、5の指針のところはでもそれに限ってないでしょ。限ってないでしょ。だからそこの部分が、だからそれはある意味例示列挙でね、だからきちんとその領域を今日の協議会の中でも現場の方から、あの指針ではちょっとやっぱり対応しづらいという声が出たわけです。あの指針では、で重要なことは今まで学校現場にそういうルールがなかった、事前のそのルール、そして保護者とのね、協議を通じて保護者にも納得してもらうそういうルールの提示がなかったわけです。だから各教室で全て個人の先生に指導は委ねられていたという状況から、まずきちっとルール化をすると、透明化を図る、その代わりこれで、手を挙げるのはダメだよと。これもだから現場の声を聞くと、非常に現場が今大変になっているということを言ってましたけども、先生に手を挙げるなって言うんであれば、やっぱりルールをきちんと示して、でそのルールに従わない子はね、その教室から別のところで個別指導をするってことにやらないと。今まではルールも何もないで、掛け声だけ体罰禁止だってやっても治らないのは、そういうルールがないから結局手を挙げて
収めるしかなかったわけですね。でその時にルールを明示化して、あれは例示列挙ですけれども、今度は領域をきちんと確定します。こういう子どもの場合には、集団の教室の中での指導よりも授業よりもやっぱり個別指導の方がいいだろうという領域を確定してですね、きちんとそこは明文化して、恣意的にこうならないようにしていきたいと思いますけどもね。で少年院とか鑑別所とか自立支援、施設とか、それから保護観察とか、いわゆるこの、まあ、司法と、それから自立支援施設は司法じゃないですけど、行政ですけど、こっち側で対応していく子供はこっち側でやってもらったり、でもこの間があるでしょっていうのが今回の問題提起なんですね。で、やっぱりね、少年院とか鑑別所に送るって言ったら、これはもう、学校の先生からすると、まあ、ある意味自分自身に対する、その自分自身に対する、まあ、死刑にも値するぐらいのね、教員として本当に責任を感じるぐらいの、もう本当にそんな事例ですよ。だからなかなかそっちにはやっぱり子どもたちを行かせにくいと。じゃあだからといってその教室内にね留めておいてもいいのかっていう、そういうジレンマの中でね、この第三のやっぱり受け入れ体制っていうものをしっかり作って、子どもたちが通常の教室と、それからいきなり少年院や鑑別所とか保護観察っていうところまで行かなくても、個別指導で、これ個別指導なわけですから、ちゃんと授業もやり、通常の授業もやり、指導も手厚くねやり、そして少年院なんかと違って、少年院の場合には完全にこれ施錠させられて外に行けないってことになりますけど、この第三の受け入れは基本的にはもう全く自由な生活なわけですから、これは全然鑑別所とか少年院とは違うわけですね。そういう指導体制みたいなものはね、今の時代必要なんじゃないかっていうふうに言ってるわけです。だから指導体制の問題であって、本当にこれに反対する教育評論家とかがいるんだったら、じゃあ今の子どもたち全部通常の教室とね、それから少年院と鑑別所と自立支援施設だけでね、全部これで受け入れられるのかと言ったら、僕は違うと思いますね。だから少年院、鑑別所、自立支援施設っていうのはすでに今通常教室とは違うところで、構成を図る、そういう受け入れ体制がある中でね、今回個別指導教室っていうものを作ったとしても、何も新しい隔離政策でも何でもなくて、新しい隔離政策というよりも、新しいその受け入れ体制とか、隔離をする子どもたちを隔離、通常教室と離れたところで指導する新しいその形態をきちんと整備しようということなんですけどね。だからここには人も予算もしっかりつけて、まあ、今日も教員 の校長先生には言ったんですけども、やっぱり教員魂としては敗北感を感じるっていうふうに言いましたから、そういう教員の気持ちは大切にしながらね、それでも、あ、やっぱりこの生徒はね、この個別指導教室に入れた方が子どもたちのためになるなと思わせるぐらい その人的な体制整えます。それは一人の教員が素人的に一生懸命心理学の勉強する、福祉の勉強する、いろんな少年心理学なんかを勉強する、そんなことをやるよりもね、専門家がバチッと揃った教室を設けて、あ、この生徒はやっぱりここでちょっと2週間3週間指導を受けた方がこれはためになるなと思わせるような施設を作れば、僕はそういう現場からのアレルギーっていうものはなくなるんじゃないのかなと思います。それがだから生徒をここに送ったら、生徒がかわいそうだって思われるような受け入れ体制を作ったらね、まあ、現場から反発食らいますよ。こんな少年院に行かす、鑑別所に行かす、もういわゆるそれに匹敵するような何かそういうイメージを持たれるようなね、そういう形になればね、それは現場の教員としては躊躇するでしょうけども、あ、やっぱりこの子どものためにはここで指導してもらった方がいいなと思わせるぐらいのものにやればね、僕は現場からも理解得られると思うんですけどもね、これはもう制度設計に寄ってき、制度設計次第だと思いますよ。市長ですからやっぱりそこまで深く考えていらっしゃるとは思うんですけれども、そのやっぱりそのなんていうか、現場の教員のね、先ほど市長もおっしゃられましたけども、恣意的な判断でこちらに行かせるとか、気に入らない程度だからこういうふうにやらせるとか、そういう危機感みたいなものももしかしたら持つ方もいらっしゃるかもしれないですね。要するに内申書制度の延長線上にそういうものが作られてみたいな。だからね、それはさっき言ったように、なんでその朝日はそうやって心配ばっかりするのか、それは制度で解決できるじゃないですか。例えばそこに入れるかどうかっていうのは委員会を設けて、きちっと一人の教員だけじゃなくて審査をするって、これは少年院でも何でも裁判所が噛んでやったりとかね、いろんな入院措置をやるときの措置をやるときにもそういう委員会がやるわけですよ。誰もその一人の恣意的な判断で、おかしい、これは
大変なことになるんじゃないですか。そんな心配事があるんだったらそれぐらい制度で解決しますよ。だから今回の問題の本質的な、ね、議論をやらなければいけないのは、その今の教育現場、学校の先生一人に、ね、全部任せるってことがいいのかどうかですよ。でそれを任せることによって、その生徒をその個別指導教室に、で指導するっていうのはその生徒にとってかわいそうだっていうんだったら、じゃあ大阪の現状を見てください。そういう子どもたちのせいで、学級崩壊してるクラスもあるわけですよ。だから真面目に勉強しようと思ってる子どもたちがどうするんですかってことです。そしたら、いや、じゃあそうならないように、ちゃんと教育するのが教育だろうって。だからそうなってないから僕は解決策でこれやってるわけでね。いや、解決策があるんだったらそれ提案してもらいたいんですよ。ダメだダメだって言うんじゃなくて、実際に子どもたちのそういう問題ある行動の子どもたちによってね、授業が成り立たない、先生が疲弊してしまってる、それに対する解決策を提示してくれるんであれば、僕はいい解決策だったらそれに乗っかっていきますけどもね。な、学校全体に10人も20人も特別に教員をね、プラスで増員するっていう、そんなことができるんだったら やりたいけども、それは財政的に無理なわけですよ。そうなればやっぱりそういう子どもたちをね、特別に受け入れるようなそういう体制を作って、そこに人とお金を集中させてね、しっかり手厚く指導していく、まあ、このやり方以外にもし他のやり方があるっていうんだったら、やっぱり代替案を示して批判してもらいたいと思うんですけどもね。現状は何が問題かと言ったら、少年院とか鑑別所までは送らない。だけれども非常に問題のある子どもたちもたくさんいる。で、生活もね、家庭環境によってそういうしつけも含めて生活指導もままならない、うまくなされていない子どもたちがいるのが現実なんです、大阪では。で、この子どもたちによって真面目に勉強しようと思っている子どもたちが迷惑をしているし、それから先生も疲弊しているという現実がある。これに対するじゃあ会は何かってことですよ。そしたら出席停止という制度があり、ただこの出席停止という制度は家庭内で指導してくれっていうような立て付けになってるから、それだったらちゃんと公がきちっとバックアップしてね、完璧なその指導体制を作って、で子どもたちのその本人に合わせた指導をやっていこうってことなんですけどもね。ありがとうございます。